分かった気になれ。この絵の制作意図についてはただ単純に絵画的には目の仕事になります。このように言っているのは土田漠泉です。目の仕事というのは作者の漠泉本人と鑑賞者が作品をどのように捉え見ていくのかということだと思われます。そしてもし私が求めている動型や緊密になる構成があり自然の持っている最も美しい線や色彩あるいは日本民族が持っている優美なものそれらが表現されていれば満足なのです。これはブギリン線という作品について語っています。次回ブギリン線について。